皆さんこんにちは、家入レオです。2月15日に4年ぶりのアルバム Make It をリリースいたしました。ニューアルバムなんですけれども、どの曲も、自分で制作いろんな方とさせていただいた全12曲が収録されております。ネイキッドというタイトルにふさわしいぐらい心を解放して嘘偽りのない思いを解き放っておりますので、ぜひぜひ聴いてみてください。そして全国ツアーもスタートいたします。ぜひアルバムをたくさん聴いてツアーにも遊びに来ていただきたいです。アルバムに収録されている嘘つきという楽曲なんですけれども、この曲歌い方こだわったところは、やっぱりこうやって声を普通に考えてなくても発せられるっていうのが人間あるじゃないですか。でもちゃんと歌詞と声がリンクしてること、思いとリンクしてることっていうのをすごい意識して歌いましたかね。なので嘘つきっていうシンプルな言葉でも聴いてる方の心にちゃんと深く刺さるようにっていう、ところはかなり意識して、で感情的になりすぎないように、本当に苦しい時って苦しいって人って言えないと思うので、淡々とこう静かな狂気、静かな瞳、で歌を歌いました。嘘つきのミュージックビデオなんですけれども、ちょっと爬虫類が苦手な方は見ながらキャーってなるかもしれないんですけれども、ヘビさんが登場しております。このヘビさんオレンジで、私のこう腕とか顔にまとわりついてくるような構成になっているんですけれども、私の化身というか、嘘つきが何でしょうね、目を背けたい部分から逃げない、直視するっていう意味で書いた一曲でもあるので、そのこうどうしても逃げたい自分の弱い部分が絡みついてくるっていうコンセプトでミュージックビデオ、出来上がったんですけれども、その、今のコンセプト言うとかなりダークな感じなのかなと思うと思うんですけれども、ヘビのお名前がムッちゃんっていう名前で、現場はすごく和気あいあいとスタートして、でキャーってムッちゃんかわいいって言って楽しく終わっていきました。ぜひなんかそういうのも、合わせて見ていただけたらなと思います。カラオケの18番なんですけれども、ですね、宇多田ヒカルさんのファーストラブが18番です。こうみんなで、ほんとカラオケに流れて、そろそろなんか終電の時間だねっていう時にバラードのコーナーが始まるんですよね。うちのチームはっていうか、私の友達たちは、でそこでこの曲歌うとなんかしっとりしてしまって、そのままもう終電乗らずにこのまま歌い続けようってノリになるというか、なんか絶妙なこうエモーショナルな時間に突入するので、この曲が18番です。カラオケで歌ってほしい私の曲なんですけれども、友達やファンの方に、そうですね、未完成ですかね。かなりダークな曲ではあるんですけど、感情を解放している歌詞と、えげつない音域の高低差があるので、カラオケで歌うとストレス発散にもつながるかなと思います。なんか私になりきってというか憑依して、そして自分のこう忘れたい思い出とかをこう、全部外に出すつもりで歌ってみてください。それでは、2月15日リリースのニューアルバム Naked たくさん聴いてください。ツアーにも来てください。家入レオでした。バイバーイ。